2月16日日曜日、いなべコミュニティプラザで、いなべ子ども活動支援センターが運営するレギュラースクールの一つ、ひとはりひとはりの教室が開かれました。この教室は、かわいい小物を作りながら手芸の楽しさを体験してもらおうと、年に8回開かれていて、これまでにガーゼマスクやブレスレット、さらにナップサックやかぎ針を使ったマフラーなどを作ってきました。今年度最後となったこの日、参加した児童はティッシュやハンカチを入れられるどこでもポケットの仕上げを行いました。児童の一人は、スカートを履いた時のポケット代わりにもなるし、遊んでいる時にも邪魔にならないから完成させたら早速使いたいと話していました。また他の児童は、この教室は可愛くて実用性のあるものが作れるので楽しいです、ミシンの腕も随分上達しましたと嬉しそうに話し、作業を進めていました。講師の田子芳恵さんは、最初はミシンを使えない子がほとんどでしたが、飲み込みが早く、今ではみんな使いこなしています。それにものづくりをする時の子どもたちの集中力にはいつも驚かされますと話していました。ここでいなべ子ども活動支援センターから皆さんにお知らせです。現在、平成26年度レギュラースクールの生徒を募集中。教室は全部で26クラスあり、平成26年度は野山を歩いて山野草を見つけて食べる自然を食べよう会など新しい教室が3つ加わります。受付期間は過ぎていますが、定員に満たない教室の募集は3月31日月曜日まで行っています。詳しくはご覧のところまでお問い合わせください。